メルセデス・ベンツは2月にインドで開催されるデリーモーターショー2020オートエキスポ2020にメルセデス AMG A35 4マティックセダン、メルセデス AMG A35 4マティックセダンを出展すると発表した。メルセデス・ベンツは2018年夏 A クラスセダンを発表。歴代 A クラスで4ドアセダンの設定は初となった。メルセデス AMG A35 4マティックセダンはこの A クラスセダンの高性能な AMG モデルだ。メルセデス AMG が新たにシリーズ展開を進めている35を冠するモデルとして登場する。メルセデス AMG A35 4マティックセダンのパワートレインは M260 型直噴 2.0 リットル直列4気筒ガソリンターボエンジンを AMG がチューニングしたユニットだ。ツインスクロールターボチャージャーをはじめ、タントロニックと呼ばれる可変バルブコントロール、高精度ピエゾインジェクター、マルチスパークイグニッションなどを採用した。特許技術のコニックシェイプにより、シリンダー内部の摩擦を低減し、効率も引き上げられた。これらの結果、この直噴 2.0 リットル直列4気筒ガソリンターボエンジンは、最大出力 306HP 5800rpm 最大トルク 40.8kgm 3000から 4000rpm を獲得する。メルセデス AMG A35 4マティックセダントランスミッションは7速デュアルクラッチの AMG スピードシフト DCT7G で、駆動方式は 4WD の4マティックの AMG パフォーマンス仕様だ。前後の駆動トルク配分は FF を基本に、走行状況に応じて50対50の範囲まで変化する。0から 100kmh 加速 4.8 秒、最高速 250kmh リミッター作動の優れたパフォーマンスを実現した。パワーアップしたエンジンに合わせて高性能ブレーキシステムを採用した。フロントが新開発の4ピストンモノブロック固定キャリパーと 350mm 軽ディスク、リアが1ピストンスライドキャリパーと 330mm 軽ディスクの組み合わせ。ディスクは穴開きタイプで、シルバー塗装のキャリパーにはブラックの AMG ロゴが配される。メルセデス AMG A35 4マティックセダン。電子制御システムに関しては AMG ダイナミックセレクトを搭載する。スリッパリー、コンフォート、スポーツ、スポーツプラス、インディビジュアルの5種類の走行モードが切り替え可能。エンジンやトランスミッションのレスポンスなどが変化する。スリッパリーモードは滑りやすい路面状況に最適で、フラットなトルクカーブが特徴だ。ギアチェンジはスムーズに、より速いシフトアップが行われる。コンフォートモードは快適で燃費重視の運転モード。サスペンションとステアリングは快適性を重視した設定となり、エンジンのスタートストップシステムも作動する。スポーツとスポーツプラスモードは、エンジンとトランスミッションがスポーティな味付けに、エンジンサウンドも刺激的な方向に変化する。エンジンのスタートストップシステムは非作動。スポーツプラスモードはフル加速をサポートするモードだ。シフトダウン時にはレブマッチングが行われる。インディビジュアルモードはドライバーの好みに応じて各セッティングを選択して保存できる。メルセデス AMG A35 4マティックセダンの内外装は AMG らしい専用仕立てだ。エクステリアは2本のルーバーを備えたフロントグリル、
AMG ライン仕様のフロントバンパーとエアインテーク、フロントリップスポイラー、18インチのツインスポークデザインホイール、AMG ライン仕様のサイドシルパネルを装着する。リアにはディフューザー付きの専用バンパーやトランクスポイラー、ツインエグゾーストを採用した。エグゾーストシステムは排気フラップが走行モードに応じて音質を変化させる。室内にはシートに人工レザーのアーティコとマイクロファイバー素材のディナミカを使用している。